マスクはしてないのねって。ああさっきあげたやつ、さっきインスタ更新したよ、ツイッターも。手作りマスクをね作ったから。マスクとってもいいですね、柄が素敵って。ありがとうございます。あれね全部ね100円ショップのやつ、ちょっと持ってくるから待ってて。一瞬よいしょよいしょ。もうさっきインスタにあげたんだけど2種類作った。これねリボンも生地も100円ショップ、こっちもね。あのねこの型はなんかショールームで皆さんが教えてくれたんですよ。あのローソンでねコピーできるよって。だからコピーしてきて、しかもそれは、ね、タダでコピーできるんですよ。私ねお金かかるのかなって思ったらタダで今の期間はできるみたいですよ。そう生地切ってミシンないから全部手縫いなんだけどね。よーく見るとちょっとあの雑なとこは見えちゃうけど遠目から見たらまあいい感じかな。そうそうそう、まあね家庭科はまあ苦手か得意かって言われたら得意な方かもしれない。うんミキロンティー締め切りまであと1週間。そうそうですそうです、リバティエイジさんとのコラボ商品のねロンティーとキャップが締め切りが迫ってきております。皆様まだゲットしていない方はチェックよろしくお願いします。リモートマスクは別売りって、うん別売り別売りだからこれで400円くらいで、生地はねなんかもうちょっと結構余ったからもう一個作れるぐらい。でもねやっぱ最近ちょっとずつマスクは出てきてますよね。私もよくね見かけるよ。ハリマグさんだるまありがとうございます。どうしたかさんこのんこのアバター誰でしょう。え可愛いアバター誰のだろう。クマちゃんかな、可愛い。アバターも考えなきゃね。マチンさんこれから夏水分補給しながらマスクは辛いよね。辛いね、汗もかくしさ息がこもって暑いし大変だ。うん、カズロック、うんあれだってカズロックハンドさんこんばんは。洗って使える、そうね洗って使える。ミッキーヒラリンはメッセージ付きのヒラリンの絵画像のパズルもらったら嬉しい。そんなのあるの嬉しい。コギーさんこんばんは、ありがとうございます。アバターヒント真ん中にプリン持ってる、ルナさんもしかしてルナさんかな。あそうだルナさん今あれだよショールームイベント参加しています。今日ねもう夜遅くまで毎時間配信しているみたいなので皆さん応援よろしくお願いします。なんか今日暗くない？なんでこっちの方がいいか。オリバーさんこんばんは。で今日はねタピオカをね飲むなんかさ今日変な時間にご飯ってかおやつ食べちゃったからなんかお腹空いてないというか、本当に最近食生活が安定しなすぎてやばい。変色、うん、だってストローが取れない
日はお仕事があったので朝昼ご飯一緒みたいな感じで食べて、その後夕方ぐらいに帰ってきてパンを食べて今もうさ、ちゃんとしたご飯食べなきゃいけないって分かってるけど、なかなか3食ちゃんと取るのって難しい。私これコンビニセブンだったかな、セブンで買ったんだけど、初めて買ったんだけどめっちゃ美味しい。なんかねミルクティーがすごい本格的というか、黒糖ラテだから黒糖感がちゃんとね表現されてます今日バッチメイク、今日のメイクしてる。美味しい。でもねコンビニのタピオカってねやっぱ食感はあれだけど、でも満たされるねタピオカ。美味しい。俺初めて見たんですよね今日売ってるの。多分ここにいる人半分くらいストロー取ってあげたいと思ってる。ひもちんさん、ひーちゃんスタバの好きなやつパッションティーから変わったって、スカパーの再放送見たんで。私そんなこと言ってたんだ。その時は多分あれだね、パッションティーにハマってた時期だ。パッションティー最近全然頼まないや。大体いつも頼むのはね豆乳ラテ、ソイラテ、カロリーも低いしね。ソイラテかキャラメルマキアートめっちゃ普通。スタバでも今やってないからね。太郎さんタピオカ食べたことない、本当に。今日は店じまいさん50ありがとうございます。あ、トトさんこんばんは、間に合った、ありがとうございます。リモグさん、すっぴんも可愛くて素敵だけど化粧すると可愛さの中に凛とする雰囲気感じる、本当にミッキー文化祭とかに基本タピオカ売るクラスいるよね。うん、いるいる。今日も暑かったですね皆さん。なんかさ何もしてないのに夏が来るっていう、なんかちょっと寂しいいつの間に夏来たみたいな。今日可愛さバージョンアップしてる、本当に。おまぐまさん飲み物含んでるの可愛い最近以来の中タピオカブームって、タピオカブームはなんかブームというよりかはねもうなんか生活の一部って感じだからなんかもう常にあるもの、飲み物って感じだからブームって感じじゃないかな。あっちさん、暑いし途中のゲリラ豪雨にやられました。え、今日ゲリラ豪雨なんてあった？やっぱりタピオカといったら春水炭だよね。あー美味しい。春水炭はねうまい何もしていないのに夏が来る名言だねみなさんご飯食べましたか？
今日暑すぎてさ、ちゃんとね日傘をさしました。紫外線対策をねちゃんともう始めなきゃと思っている。日焼け止めも塗らなきゃいけないですね。食べたよってミッキー。としたかさんご飯今からです。タロさん食べました。ちょっとお腹空いてきた。ハラは焼いてこそ野球人だ。なんかね、私はそんなに黒くすぐになる感じじゃなくて、すっごい赤くなるんですよね。ここがもうブワーって。それででも多分シミとかにはなってると、シミとかそばかすになりやすい肌質。うん。だからね本当に気をつけなきゃ。なんか何十年後とかにさ、今の日焼けした分のシミとかそばかすがね出てくるから、本当にね今のうちから対策をしなきゃと思っている。うん。男性も日傘さしてた。気象予報士さんが言ってたと言ってた。特にスーツ着る人、ああ確かに男性黒着る人多いからね、光を集めちゃうよね。うん。でもなんか男性でも日傘さす人増えてきてますよね。いいと思う。オリタチさんこんばんは、ありがとうございます。日焼けというと関ヶ原のライブとか暑かったなーって。暑かったね。もう関ヶ原何県でしたっけ。長野県だっけ。うん、何県だ、岐阜県か、岐阜県だ。岐阜県ね暑すぎてびっくり。あやさんもこっちの MV 見たかには可愛くなかっちゃう。いやもうまこさんは本当に可愛いんです。もう最近本当に可愛すぎて、YouTube ばっかり見てる。本当にね可愛い。リエさんそばかすがつながってシミになるっぽい、ね、ああなるほどね。真っ白な薬事は練習してなく見えるから焼いてこそなも、あー大変だ。リカドさんこんばんは、マスク作るのにお疲れ様でした。ありがとうございます。でもね割とねすぐできた。1時間かかんなかったかな、1個作るのに。慣れたらもっと早くできそう。特に日本で暑いところだからね関ヶ原は。そうだね、もうなんか山の中みたいな感じだったもんね。私はフェスや海プールはどうなるかねって。そうね、なんか今年いっぱいは本当にライブとかはそういうなんだろうイベントは厳しそうだよね。うん。YouTube だったりね配信だったりがメインになるかもしれないけど。ワールドクロさんこんばんは、リカードさんお疲れありがとうございます。脱衣所の関係で無理っぽいですよ水遊び系は。あー海もダメか。そうだよね。森たちさんご聴ありがとうございます。ひらりさん、ひらりちゃんが方言彼女見て可愛いって言ってたこと報告したらいいねくれたね。え、本当に、はあ、やばい。
A 年賞も中止になったし、今年も大阪ワンチャン出るかなって思ってたんだけど、そうね、そうだね、まあしょうがないっちゃしょうがないこのご時世。うん、なんかさ、こうね、何、夏の気温とか関係あるのかな、なんかそういうのよくやってるよね、湿度とかそういうので菌が少なくなると か、 なんかよくわかんないけどさ、夏これから減っていくかな。うん、自粛で外に出れないから暑さに慣れず熱中症になる人が増えそうという話も、うーん、確かに確かにね。ワイドクロさん、ご視聴ありがとうございます。キヨンのアクセントが、え、嘘でしょまたそこ、キヨン、キヨン湿度が高いと菌は減るらしいから夏は大丈夫だけど、冬に第2波がね。そうね、そうだね、最低イベント花火大会、8月までの予定の中止の報告がどんどん職場に入ってきてるよって。そうね、インフルエンザは暑くなって湿度が高くなると弱まるけど、うん、気温、気温、気温じゃないの、え、私なんて言ったの最初、気温、気温、気温、私気温って言ってた、気温なんだ、へえ今日の東京の感染者10人程度だったけど、ゴールデンウィークだからねって。そうだよね、まさかさん、インフルは湿度に弱いけどコロナ、あ、熱帯の地域でも流行ってるから期待薄めて、あら、そう、期待できないね。え、違うの、気温じゃ、気温、レモンの言い方ってえ、違うの、待って、エリンギシメジでしょ、それはもう完璧なんだけどさ、気温、気温、気温、へえ、静岡なまりってあるの、あるかもしれないね、気づかないうちにあ、でもヒラリ、ヒラリとキヨン一緒だってトトさん言ってる、キヨン、キヨン、キヨン、分かんなくなってきちゃったもん。でも去年はあの静岡でね、あの最下頃のショールーム半年間 MC やらせてもらったんだけどね、結構ね、なんだろう、アクセントとかイントネーションはねすごく細かく指定されてたから、なんかね前日に、まあ、台本がちょっと来るんだけど、それを何回も何回も読み込んで、これ読み方合ってんのかなと。で当日なんかその現場のスタッフさんに聞いたりとかしてやってた。だからね、ニュースとかって本当にアナウンサーさんとかってめちゃくちゃ本当に大変なんだなっていうのは思った。うん、気温ね、気温、OK、静岡どのあたりの出身なの。静岡御殿場です。気温、
なんか下がるイメージ、気温、違う？待って違うの？待ってどういうこと？何？下がらない？何？ん？気温？ちょっと待って。あ、そう、それ。ちょっと待って、もう分かんないよ。まっすぐってことじゃ。気温、今日の気温は、難しいね。日本語って本当に難しいと思う。ユニフォームまあ大体こういう感じ、ずっとこういうイメージだ。日本語講座かね。もういつもみんなに日本語を教えてもらってる。うん、ありがとう。テレビの天気予報見たら正解わかるよ、確かに。難しいね。なんかね、福岡とか大阪とかのね、方言はめっちゃ憧れる。うん、かわいいもん。炊飯器水筒とって言っておいた。水筒と、うん、福岡はずるい。うん。ずるいね。おっと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 ってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとうと。合ってる？おっとっととっとってって言うとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言うとうと。そうね、愛理ちゃんが上手だから、ね、うん、私滑舌も悪いからさ、なんか方言がそれについたらもうなんか舌が回らないのよ。本当に。おっと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 ってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとうと。ちょっと違うって。違うのか。バスガス爆発に続きあるの知ってる？知らない。うん、それは3回早口でどうぞ。おっとっとをやってみる。おっとっととっとってって言ってあったのに、なんでとっとって言ってくれ。もう一回いきます。せーの。おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとうと。おっとっととっとってって言っと、おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったと。おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとと。なんか抜けた気がするな。なんかどっか抜けた。うん。
2回目身近になった。そうだよね、やっぱり抜けちゃった、優等と抜けた。沖縄県とかさ、わかんないよね何言ってるか。あーミッキーめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうん、沖縄も行きたいね。沖縄500人ありがとうございます。言ってくれたからそのお礼で、ああ嬉しい気にしなかった。てか iPad をさ返してしまったからさ、もう無音なんですよね。赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、よしやったー。59分、えもうそんなに経ってんの。あら今日目がキラキラしてる感じする。そう今日ねキラキラ多めにしたの。59分、嘘でしょ、早いよ。そうだ、ルナさんのイベントもあるからね、皆さんにもそっちに行っていただきたいので。じゃあランキングを名前呼んでいきます。13位いつみちゃん、12位山中さん、11位ハーモニーさん、10位ケムケムさん、9位キャラハーさん、8位シムさん、7位シマチンさん、6位カラポネヤミさん、5位ハリモグさん、4位ユウスケさん、3位シューマッハさん、2位アイヤさん、1位コスモスカイさんです。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ですね、お知らせをさせていただきます。今ねアパレルブランドリバティンエイジさんと、コラボ商品を販売しています。ロンティーとキャップ、どちらも5色展開となっていまして、受注生産締め切りが今月の21日までとなっています。はい、まだゲットしてないよって方はお早めによろしくお願いします。そして、ワンチャンスの YouTube、TikTok、インスタ、Twitter 随時ね、投稿しています。この前はさとりさん、ジュリンさん、アンナちゃん、私の4人でリトルグリーンモンスターさんの好きだをカバーさせていただきました。それもね YouTube に載っているのでぜひ見てください。はい、そして今ねルナさんがショールームイベント中ですので、今もやってると思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。あとお知らせないかな、大丈夫かな。はい、そしてねショールームイベント12日間皆さん本当にありがとうございました。パターンも、考えて作りたいと思います。本当にありがとうございました。もうお知らせないかなうん、大丈夫なはず。うん、じゃあね、また日曜日か、日曜日は弾き語り配信するので、また遊びに来てください。天野さん尊いありがとう。また日曜日お会いしましょう。バイバーイ、ありがとう、またね。